If I just said that, oops. Hey, someone's excited to join again. Shut up. Drink milk, kids. You're big and strong. She's resisting so hard. So hard. More chaos. Like milk usually is. Well, I know you do. Speaking of hair, I think they have like white streaks to them. The dream is real. そうなのか。マコトちゃんの髪。I don't think this is a dream. すっごく綺麗だね。So I said it's real. そうか。You mean she's living her own fantasy? うん。シュー。小春が丁寧に乾かしてくれているからじゃないかな。ううん。学校でも綺麗な髪だなって思ってたから。学校でも。うん。それとね。いい香りがするの。Of course. 学校でもよくマコトちゃんを振り返ってる人を見かけるよ。それは単に私の身長が高いから変だと思っているんじゃ。Shut up. そんなことないよ。みんなぼーっとしてるもん。そうか。うん。それと今初めて知ったけど。髪を下ろすとすっごく大人っぽくなるんだね。You look very adult. それは… Yeah, I know where this is going. 大人っぽくだよ。姫、それはないだろう。姫、そんなことないよ。こんな誠ちゃんが見られるなんて、今日お泊りしてよかった。そんな、本当のことだよ。綺麗だし、スタイルもいいし、落ち着いてるし、かっこいいし。そろそろ髪乾いたかな。You mean you didn't get done drying it? No, they've been drying it. どういたしまして。It's a hair dryer. Takes time. 顔が熱くなってしまった。やっぱりドライヤー熱かった。She's oblivious. いや、of course she is. ドライヤーではなく。そんなに褒められると照れる。
褒めるなんて、頭に浮かんだことを話しただけだから。マコトちゃんの髪、いい香り。I swear to God, she says, 怖い。今日は一緒の香りだな。小春はもう乾かしたのか？これからだよ。私が乾かそうか。Let me try it. 嫌のはいいんだが。せっかくだからお願いしようかな。Before we drying, we're gonna do some saving. Why? I wanna see the hair dry, yeah? We will.We're gonna see it. 小春の髪は短いからすぐに乾いてしまうな。でも細くてペタってなっちゃうの。もっとふんわりした可愛い髪型にしてみたいな。今以上に可愛くなるだと？そんなに驚くことかな。もちろんだ。そっか。想像するだけで結構来る。よくわからないけど、まことちゃんにそう言われると心がポッとあったかくなるよ。多分とっても嬉しいんだと思う。小春。Notice how it said Kaori there. ずっと一緒にいてくれるかな。Did you notice that, Chaos? Yeah.しようね。うん。Well, they're happy. シーツ持ってきたわ。敷布団は敷いておいたよ。ありがとう。川の字に敷いちゃってよかったかな。うん。No. いいんじゃないかしら。あまね、シーツ敷くから向こう側持って。And don't be sleeping in her bed again.ベッドメイクしちゃうよ。お布団だけどね。端を持って。あ、はるちゃん見て、シーツの海だよ。パサッパサッ。うん。ほらほら、シーツで遊ばないの。はーい。私も手伝うね。助かるわ。まことちゃん、一緒に敷こう。うん。あと、これが枕で。こっちが掛け布団。うん、こんなものかしら。あとは、あとは誰がどこに寝るか決めるだけだね。あのね、私はどこでもいいよ。まことちゃんは？私もどこだっていいけど。そう言いつつ、かおりちゃんは端っこが好きだからね。じゃあかおりちゃんは端でいいと思う。うん、端っこが好きだなんてちょっと寂しい子みたいじゃない。言っておくけど、端は修学旅行でも人気の場所なのよ。それは荷物が置けるスペースが広いという魅惑の特権があるからで。でも端が空いてるならそこでいいんじゃない？ No. まあいいけど。Yes. そういうあまねはどこに寝るのよ。私はテレビが見えるとこがいい。Of course. え？というわけで、私も端っこ。ちょっと。Checkmate. 私から一番離れた場所じゃないのよ。テレビなんていつでも見られるじゃない。かおりちゃん、どうかしたの？なんでもない。お布団入っちゃおーっと。She's making it sound like it's the first time getting to a futon. 歯も磨いたんだし、no. お布団でお菓子は食べちゃダメだからね。She's just getting on the futon.これからなのに。虫歯になっても知らないわよ。私の唾液は虫歯に強いのだ。というわけで、はい、みんなにチョコレート。私らを虫歯にする気か。Maybe. あ、いらない。I'd like cavities. もらっとくけど。I wouldn't mind chocolate. どうぞどうぞ。私も食べようっと。